はあなたの心がけ次第。気分次第でサボるよ。気合い次第ですぐに怒るで。雨と道との微妙なバランス、変わる乙女心、いつも割り生徒会長をやらせていただいております、石橋美佐子と申します。誠心誠意勉学に勤しみ、悔いのない一年にしたいと思っております。うち、姓は犬塚、名は沙織。女盛りを都政にかけて、所詮添えない学業道。女一匹度胸花、以後万端を引き立てのほど、よろしくお頼申します。My name is Cindy Sakurai ね。新しい先生、期待しています。よろしくお願いするね。私、谷ゆりかです。ふーん。服のセンスがいまいちね。だけど、顔はまあまあと。よろしくね、先生。私、安田舞菜と申します。あら、白く輝いている先生のオーラ。運命の出会いですわね。女子高戦隊セーラーファイブです。愛する人と生活を共にするのは当然のことだと思います。私と彼は一蓮托生、別れる苦しみを味わうくらいなら死ぬ方がマシです。はい先生。先生が私のバニーさん姿に感動してお酒飲むと、私なぜかお小遣いもらえるのよ。強烈なビートが聞こえると、マイバディ、私の言うこと聞かなくなっちゃうよ。夏はやっぱり最高だわね。太陽どうかどうか、汗じゃんじゃん。じゃないと体の調子が狂ってしまうよ。先生、教師という職業もストレスがたまりますよね。いいのいいの、そんなに恥ずかしがらないで。もっとリラックス。先生、この場所では教師と生徒の関係とは違うんやで。な、はよこっちに来てや。なあ先生。先生、はよせんと入浴時間が終わってしまうで。みーのビューティーなフェイス、ダイナミックなセクシーボディ、女の武器で AV 業界で活躍するや。でも元担任だからって撮影現場の見学はダメね。はい先生、今日はレースの観戦かね。ミーはもちろんレースクイーンよ。それいけない、せっかくのアドバンテージが。このセットは落とせないわ。絶対に勝ってみせるんだ。いけない、朝寝坊しちゃった。今日から予備校なのに。ザ・野球系スペシャル、今夜は12回戦。さあ、野球系の時間ですよ。お好きな相手を方向キーで選んで A ボタンか C ボタンを押してね。みんな逃がせがいのある可愛い子たちばかりだけど、じゃんけんは強いわよ。気合を入れて頑張ってね。
じめまして、エレベーターガールの水島沙織です。浮気っぽい私は彼氏に振られたばかりなんです。だから毎晩朝まで踊ってるんですよ。誰か優しく遊んでくださいね。たまりませんね、沙織ちゃん。吸い付くようですね。あなたの準備 OK ですか？おしゃべりが大好きな人見しずかです。特にエッチな話なら任せてください。優しい人ならすぐにでも仲良くなります。今日は私を選んでくれたあなたにだけ秘密教えちゃいます。おしゃべり、あ、違った。おしゃべりが大好きなしずかちゃんです。大人しそうな顔してやることは大胆。期待していいですよ。